晴れ水岡山秋晴れコンサートへお越しいただき誠にありがとうございます。3年ぶりの自主公演が開催できることを団員一同大変嬉しく思っております。なんと今回は岡山国際音楽祭の一環として盛大に開催できることとなりました。パワーアップして帰ってきた晴れ水のパフォーマンスを心ゆくまでお楽しみください。司会は私、吹奏楽団晴れ水初代指揮者大野博樹です。よろしくお願いします。緊張してマスクをつけたまま来てしまいました。失礼します。外させていただきます。どのタイミングで外そうか悩んでました。さてオープニングに演奏しました曲はヤン・バンデル・ロース作曲アルセナール、指揮は須山正幸です。晴れ水のリスタートには第1回の定期演奏会で演奏したこの曲がふさわしいと思い1曲目に選びました。続いてお送りする曲、久石譲作曲真島敏夫編曲のジブリメドレーです。スタジオジブリ制作のアニメ映画風の谷のナウシカ、魔女の宅急便、千と千尋の神隠し、天空の城ラピュタ、もののけ姫の5つの作品から代表的な曲を集めたメドレーとなっています。皆さんも一度は映画を見られたことがあるのではないでしょうか。映画のワンシーンを思い浮かべながら壮大なジブリの世界観をお楽しみください。全く関係ありませんが、私はラピュタが大好きです。パズーとシータのあのやめておきましょう。また千と千尋に使われているピアノソロご注目ください。とても美しいソロを奏でてくれるあの真ん中ら辺のちょっと髪が赤いあの生かした女性が演奏しますので、スポットありがとうございます。それではジブリメドレーどうぞごゆっくりお楽しみください。
しばらくお待ちください。